おはようございます。おはようございます。さてさて、12歳のイエスということでね、今日はメッセージをしたいと思っておりますけども、まあ、ここをずっと話してきているのは、シリーズものでイエスのもたらした変革というシリーズが50回以上ずっと続いてきていて、まあ、イエス様のですね、生涯を学びながらどんな変革をイエス様がもたらすのかっていう話をずっとしてきているんですけども、まあ、今日はちょっと番外編ではあるのですけれども、しかしながらイエス様のことをやはり今日もイエス様の話をしていきたいと思うんですが、今日はちょっとやっぱり特殊ですね。12歳のイエスということで、幼子のイエスの記述が出てくる非常に限られた場所ですよね。で、ちょっとそのテキストに入っていく前にですね、皆さんこういう本を読んだことありますか？神様への手紙っていうね、これもともとなんだろう、アメリカの本かな、Children's Letters to God っていうやつで、要するに子供が神様に対して素朴な疑問を投げつけるっていうね、そういう本なんです。で、実際に子供が書いたその疑問をこれ載せてると。で、もともとは英語の本ですね。知ってる人いますか？一人。はい。で、このね、続編もあって、神様への手紙、もっとっていうね、続編もあるんですね。結構人気の本なんです。で、この中で、いろんな、疑問が出てくるんですけどね、子供の神様への素朴な疑問。例えばね、こういうの。神様、どうして一度もテレビに出ないの？とかね。ね、どうして出ないんでしょうね。あるいは、神様あなたって本当にいるの？そうは思ってない人たちもいるわ。もし本当にいるならすぐにどうにかした方がいいわよ。ね、どうにかした方がいいってどうするんでしょうね。テレビに出たらいいんですか？どうなんでしょうね。まあ、子供にとってもですね、皆さん、神様がなぜもっと分かりやすくご自身を表さないのだろうかっていうね、そういうふうに思うわけですよね。で、実は先週のここでのメッセージで、金持ちとラザロという話をしたんですけれども、その時も申し上げたんですが、神様からすると私たちに対する神様のその啓示というのは御言葉で十分なんですよというのが、先週の話のポイントだったんです。で、ちょっとそのテーマが今日も続くような感じになるんですけれども、神様は自分を隠しておられるのかどうかということを考えていきたいんですよね。イエス様という形で神が人として来られたということは、非常に私たちにとって分かりやすい姿で来てくださったはずなのです。そしてたくさんの奇跡をして、それから復活もしてというふうに、本当にたくさんの印を私たちにお与えくださったのですけれども、それでも多くの人が信じなかったし、今も信じていないということで、おそらくそれでも信じないのであれば、きっとテレビに出てもね、ダメなんでしょうけどね。しかしながら今日の話のポイントはですね、今日の話は神を見つけるのは難しくないっていう話をね、したいと思ってるんです。神を見つけるのは難しくないっていう話です。亀ではありません。亀を見つけるのではありません。冒頭のこれちょっとね、反応が悪いね、これ。亀ではないのですけれども、亀ではなく神です。しかしながら神様も、もし神様が隠れているのであれば、きっとこんな風に隠れているのです。すなわち、わざと見つかるように隠れていらっしゃるなと思います。明らかに簡単に見つけることができるように隠れておられるのだと思います。アメリカのですね、クリスチャンジャーナリストのフィリップ・ヤンシーという人ですね、私好きなんですけども、その人がこういうふうに言うんですよね。神様はかくれんぼをしている子供のようだっていうふうに言うんです。で、皆さん幼い時にね、かくれんぼをしたと思うんですね。で、かくれんぼをする時に誰にも見つけてもらえないまま、みんななんかね、夕食の時間とかでわーって帰っちゃったりとかすると、で、自分がね、隠れてても誰も来てくれなかったら相当寂しいですよね。
で、あの、かくれんぼって隠れにくいところに隠れるんだけど、でも見つけてもらわないままだと、それだとすごく嫌なんですよね。見つけてもらうことにポイントがあるのだよというふうに、まあ、このフィリピアン書は言うんですけど、神様もそうなんだよっていうふうに言うんですよね。神は見つけてもらいたいと思っているというふうに言うのですよ、ということで、あなたも神様を見つけることができるのですという話をしていきたいのですけれども、さて、では聖書ね、聖書の、はい、ルカによる福音書の2章の42節から、あ、すみません、42って書いてあるけど41節からですね、41節から読んでいきたいと思います。さて、イエスの両親は杉越の祭りには毎年エルサレムに行った。イエスが12歳になられた時も、両親は祭りの慣習に従って都へ登り、祭りの期間を過ごしてから帰途に着いたが、少年イエスはエルサレムに留まっておられた。両親はそれに気づかなかった。イエスが一行の中にいるものと思って一日の道のりを行った。それから親族や知人の中を探し回ったが、見つからなかったのでイエスを探しながらエルサレムまで引き返した。まあ、このですね、イエス様が12歳だった時の記述というのは非常に興味深いと思うんですよね。というのは、そもそも神である方が人となられるっていうね、こと自体が、まあ、聖書はそうだと言っているのですけれども、神が人となるって、それってどういう感じなのかっていうね、あの、私たちのこの脳みそでは到底捉えきれない現象というのかな、だと思うんですけども、大人である状態で、ね、神が人となってそれが大人である状態でも理解が難しいのに、それが子供である状態ってどういう状態よっていう感じしません？ね、あの、で、聖書ではイエス様が成長するときに、まあ、これちょっと前なんですけどね、だんだんイエスは知恵に満ちっていうふうに書いてあるんですよね。すなわち、あの、神が人となったときに、やはり神であり人であるので、人と同じ成長段階をちゃんと通っていくっていうことなんですね。だから神なんだけど、別に生まれた時からペラペラ話し出すわけでもないし、あの、脳も体も徐々に発達していくということなのです。しかし人間が犯すような罪は犯されなかったというのですね。ですから、まあ、非常に私たちのこの感覚では難しいのだけれども、そのようにイエスは育っていかれたということなんですよね。で、この今読んだところで、まあ、45節まで読みましたけれども、杉越の祭りというのがあります。で、これは旧約聖書に出てくる、このイスラエル人が出エジプトの奴隷状態から導き出された時に、神様が、まあ、その時の記念として、ユダヤ人にこれを毎年守りなさい、お祭りをしなさいというふうに旧約聖書の中でお命じになった、そういうお祭りで、まあ、ユダヤ人がですね、何千年も守っている、イエス様の時代にすでにもう1500年ぐらい守っているお祭りなんですけれども、今日でもユダヤ人はこれを毎年守りますね、このお祭りをします。で、そのお祭りの時には神殿に詣るのです。行ける人はね、まあ、あの、遠くにいて行けない人もいるんですけど、基本的に神殿に詣なさいというふうになっているわけですね。で、イエス様のこの場面でのこの年齢、12歳という年齢は、これはユダヤ人の社会ではですね、まあ、あの、成人式が何歳ですか？ご存知ですか？ユダヤ人の成人式。13歳です。ね。ユダヤ人は13歳でバルミツバって言って成人式を迎えるのです。ですから、そのね、13歳になってくると、もうこうね、職業訓練が始まるんです。だから、そのもう直前ぐらい、これから、まあ、お父さんの大工の仕事ももう習い始めるぞっていうぐらいの、そういうかなり、まあ、体も心もね、大人になってきた、あの、その直前ぐらいの時っていう、そういう感じです。で、イエス様も、ね、神の御子なんだけれども、見た目は普通の少年だったと思います。
別になんか五行が指してるとかね、そういうことではないわけですよね。で、このお祭りの時にはこのイエス様の家族もエルサレムに詣るのですけれども、イエス様の家族はナザレというところに住んでいて、そこからこのエルサレムまでは、まあ、大体徒歩で 3,4 日ぐらいですね、はい。で、親族とかね、近所の人とかみんなでこうゾロ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 とこう道を歩いていくのです。で、あの聖書の他の箇所を見るとイエス様には弟たちもいたっていうふうに書いてあるので、イエス様は長男ですね、あのヨセフとマリアの長男、弟たちもいたって書いてあるので、多分このイエスが12歳だとするとこのちっちゃい子供たちがいたわけですよね、そのイエス様の家族に。だから、まあ、あの親であるマリアやヨセフからするとちょっとそういう子供たちの方がこう気にかけてなきゃいけないと。でもう大人に近づいているイエス様はそれほどこう気にかけてなくてもちゃんといるであろうというふうに思っていたわけでありますね。でお祭りに行って帰るときに、ふと気づくと、イエスはどこだということになるわけですね。イエスはどこだというふうになるわけです。はい、そして46と47を読みますね。そうしてようやく3日の後にイエスが宮で教師たちの真ん中に座って話を聞いたり質問したり、しておられるのを見つけた。聞いていた人々は皆イエスの知恵と答えに驚いていた。でこれちょっと前半なんですけど、まだねこの後半があります。46節見るとね、3日の後にって書いてあるんだけども、3日間子供が見つからないってどんなんでしょうこれ。これは大変ですよ本当に。まあ、最近もね、2歳の男の子が2日間行方不明になったっていう、その話もここでしましたけど、3日間子供が見つからないって言うともう親は相当パニクると思いますね。でこのお祭りにはこのイスラエルの中だけではなくて、もっと遠くの国にね離散しているディアスポラのユダヤ人っていうんですけど、遠くに離散しているユダヤ人もこの巡礼のために来ているんです。ですからエルサレムっていうのはもうね、いろんな国から来ている人でごった返している状態ですね。でそういう中で子供が3日間いなくなる、もし誰かね悪い人にこのどっかの国に連れて行かれたらどうしようとか、そういうこともね考えたと思うんですよね。でこの神殿という場所は、これは、ね、聖書の中では特別な場所です、まあ、ユダヤ人の宗教的な中心地で、世界で唯一この場所にしかない、そういうものですね。今の現代の教会はいろんなところにありますし、ユダヤ人のシナゴーグもいろんなところにありますけど、この時代の神殿というのはこの場所にしかない。だから世界中からそこに集まってくると。そしてその神殿ではですね、ユダヤ議会というのがありまして、そこに、後にイエス様とこのやり合うことになる、立法学者やパリサイ人、そして祭司といったこの民のリーダーたちがそこにいて、でしばしばその場所では公開討論のような感じで、いろんなね神学的な議論がなされる、人々が周りを取り巻いていて学者たちがこう議論をするというような場面が普段からあったのです。で後になってね、大きくなった、大人になった時のイエス様も、このパリサイ人や律法学者という人たちとこうやり合いますよね。で何をやり合うかというと、あなた方の宗教ちょっとおかしいんじゃないって大人になったイエス様ね、議論するでしょ。この福音書の中でこのパリサイ人たちが口伝律法というモーセの律法にはない自分たちの独自の掟を作ってしまっていたので、それおかしくないっていう話をイエス様、大きくなってからこのパリサイ人たちと戦うのでありますけれども、おそらくはもうこの12歳のイエス様もこのユダヤ人たちのこの神様の礼拝の仕方、神様への使い方、信じ方がなんかちょっと変じゃないのこれっていうふうに、この幼いイエスが感じ始めていたんじゃないかなっていうふうに想像するんですよね。そしてこの神殿にいた専門家たちにね、
なんで旧約聖書にこういうこと、こういうふうに書いてあるのにあなた方はこういうふうにしてるのっていうふうに、まあ、それこそね素朴な疑問をぶつけていたのではないかというふうに私は想像するんですよね。素朴な子どもの疑問なんだけど、あのこの専門家たちも舌を巻くような痛い質問、なんで旧約聖書にこう書いてあるのにこうしてるの、うぐってこう詰まってしまうような、そういう質問です。ちなみに言うとね、今の現代の教会でも聖書にこう書いてあるのになんで教会ってこうなってるのって言われて、大人である信者がうぐって詰まってしまうようなことがもしかしたらねあるかもしれませんね。いつも私たちそれを考えなければいけないと思うんですけど、本当に聖書に忠実かどうかっていうのを考えないといけないと思うんですけど、で、そういう場面です、これはね。さて、でその次に後半48節から読んでいきますと、両親は、まあ、見つけるわけですよね。両親が彼をイエス様を見つけるわけです。両親は彼を見て驚き、母は言った、まああなたはなぜ私たちにこんなことをしたのです。見なさい、父上も私も心配してあなたを探し回っていたのです。まあ、なんか世のお母さんって大体こんな感じだねいつの時代もこんな感じなんでしょう、きっと。するとイエスは両親に言われた、どうして私をお探しになったのですか。私が必ず自分の父の家にいることをご存じなかったのですか、とイエスはおっしゃるんですね。どうして私をお探しになったの、私が必ず自分の父の家にいることをご存じなかったの、って言うんですね。このイエス様のセリフって、あの私昔から思うんですけどね、そりゃねえぜイエス様って思います、これね。そりゃねえぜ、これそりゃ親はパニクるでしょって思うんですよ昔からね。いやー、そりゃないよイエス様、そりゃ親は心配するよってね昔から私思うんですよね、この場面見ると。しかしながらイエス様が子供だからトンチンカンなことを言っているのではないのです。これはね、子供だけれどもイエス様は神でもあられる方なので、ここにちゃんとメッセージが、私たちに必要なレッスンがねここにあると思うんですよね。でちょっと最後まで読みますけど、50節、しかし両親にはイエスの話された言葉の意味が分からなかった。それからイエスは一緒に下っていかれ、ナザレに帰って両親に仕えられた。母はこれらのことを皆心に留めておいた。イエスはますます知恵が進み、背丈も大きくなり、神と人とに愛された。ということで、もうこの後はもう大人のイエス様の話になっていくんですね。で、今日のこの話のですね、まあキーワードは、どうして私を、このイエス様のね言葉です、どうして私をお探しになったのか、私が父の家にいることをご存じなかったのか、というこの言葉が、まあ、このメッセージのキーワードなんですけれども、まず第一に、これはイエス様の神聖宣言であります、ね、神聖宣言。神聖というのは漢字ではね、神に聖質の聖ですね、あの聖書の聖じゃなくて聖質の聖です。神の聖質の宣言、すなわち私は神ですよということをイエス様が宣言しておられる場面だったということです。で、大人になったイエス様も何度もこの宣言をいろんな場面でされます。私は神であるということをいろんな形でこの福音書の中でイエス様は宣言される。まあキリスト教のことをねあんまりよくご存じない世間一般の方が、よくこのイエス・キリストってこのイエス様より後の時代に弟子たちが勝手に神格化しちゃったんでしょうっていう、そういうふうに思っていらっしゃる方が世の中に結構いらっしゃるんですけど、そうじゃないんですね。あのお釈迦様とかね、なんかそういう感じかもしれないですね。後の時代の人がこう神様めだく祭り上げちゃったっていう。聖書をちゃんと学ぶとそういうことではなくて、
イエスご自身がもともと私が神であるということを宣言されていたということがわかるのです。そして、この場面では12歳のイエスがすでにそれをしておられたということです。ただし非公式にですね、まだ交渉外には入っていないので、非公式にそういう宣言を自分の両親に しておられたということです。で、神殿というのはですね、単なる建物ではなくて、まあ、先ほども言いましたけれども、霊的に非常な重要な位置づけになっているのです。神殿というのは、まあ、旧約聖書のこの流れを見ると、神の栄光が宿る場所です。ね、神の栄光が宿る場所です。ですね、ちょっと見たい聖書箇所がね、旧約聖書あるんですけども、第二歴代史の 5-13-14 ですけれども、これはですね、イエス様より1000年ぐらい前にソロモン王という人が神殿を建てた時の記述ですね。で、ユダヤ人というのは立派な建物としての神殿より前に幕屋というものを持っていて、もうちょっとこの簡素な作りになっている幕屋というものを持っていて、それが神殿の役割をもともと果たしていたです。で、その幕屋がきちんとした建造物として神殿という形になったのが、このソロモンという人のこの働きによるのですね。で、ソロモンがこの、神殿を建てて、まあ、そのなんか剣道式じゃないけど、神様にその神殿を捧げしますというその場面で、こういう場面があるんですよね。ラッパを吹き鳴らす者、歌いたちがまるで一人ででもあるかのように一致して歌声を響かせ、主を賛美し褒めたたえた。そしてラッパとシンバルとさまざまな楽器を奏でて声を上げ、主はまことに慈しみ深い、その恵みは常しえまでと主に向かって賛美した。その時その宮、すなわち主の宮は雲で満ちた。祭司たちはその雲に遮られ、そこに立って仕えることができなかった。主の栄光が神の宮に満ちたからである。で、雲で神、ちょっと待ってくださいね。ちょっともう一回、そう確認していいですか。ちょっと間違ったこと言いたくないからね。歴代史の、ちょっと待ってね。歴代史の5章の いいんだね、はい、いいんです大丈夫です、間違ってない、はい、という場面ですね。で、主の栄光が神の宮に満ちた、神の宮っていうのが神殿です、ね、で、神の宮に主の栄光が満ちた、雲が満ちたって書いてあるんですね。雲に遮られって書いてあるんですけど、これは、専門用語ですけど、シャカイナグローリーっていうんです、ね、これ神学用語なんですけどね。シャカイナグローリーとは何かというと、まあ、私のこのメッセージで時々出てくるんですけども、シャカイナグローリーというのは神の栄光が人間に知覚できる形で顕現することを社会なグローリーって言うんです。で、それは旧約聖書の中で、まあ、すいません、旧約聖書でも新約聖書でも各所にそれが出てくるんだけど、光であるとか火であるとか雲であるとか煙であるとか雷鳴であるとか、まあ、いろんな形をとる、これを社会なグローリーって言うんですね。神の栄光が人間に分かる形で現れることを言うんです。まあ、例えばですね、有名な、そうだね、アブラハムの生涯で、燃える松明とかまどが出てきてっていう場面がありますよね。あるいはモーセが神と遭遇するときに燃える芝が出てきて、その芝が燃え尽きなかったっていうね、そういう場面ありますよね。あれ全部社会なグローリーです。イスラエルの民がエジプトから出てアラノを通っていくときに、火の柱、雲の柱が彼らを導いたって書いてあるんだけど、あれシャカイナグローリーですね。その後も例えば新約聖書に入ってからも、クリスマスのねストーリーで、東の博士たちを星が導いてイエスの寝ておられるところに導いたっていう記述があるでしょ。
あれなんかこの星がお星様キラキラみたいなおとぎ話みたいなね感じに思うかもしれないけど、あの星というのはシャカイナグローリーです。神の栄光の光が、この礼拝者たちを救い主のもとに導いたということですね。で聖書の中ではやがてイエス様がこの地上に再び来られるっていうふうに書いてますよね。でその時にイエス様は再び雲に乗って、私は次来る時は雲に乗って来るだろうっていうふうに書いてますよね。あの雲は均等雲ではありません。あれはシャカイナグローリーです。つまり神の栄光の姿に包まれて次は来るよと。最初に生まれた時はもうちょっと神かどうか分かんないような普通の人間っぽく来たけど、次に来る時は誰も勘違いできないような形で神の栄光の姿で来るよというふうにイエスはおっしゃっているということです。ですからシャカイナグローリーっていうのはこの聖書の最初から最後までを貫く一つの大きなテーマなのです。でこの神殿ができた時にそこをシャカイナグローリーが満たしたっていう記述が先ほどの神殿の場所なんですね。神殿というのは神の栄光が宿る場所で、イエス様が来る前は全人類とこの唯一の神である方のこのコネクションポイントなんですよね。ね、ここまでいいかな。ちょっと結構長く話しますけどね。で、ね、語り出すとちょっと止まんないね。でね、で、そう。で、細かく言うと長くなるから、でソロモンの神殿って壊れるんです、その後で。でイスラエル人って捕囚されて遠い国バビロンっていうところに連れて行かれちゃうんだけど、その時にその神殿のシャカイナグローリーいなくなっちゃうんです。で帰ってきてから次の神殿を建てるんだけど、その時にはシャカイナグローリーはそこにはなかったっていうふうに聖書には書いてあるんですね。じゃあこの神殿にシャカイナグローリーが帰ってきたのはいつかというと、イエスがそこに来られた時なんです。イエスというのはある意味で最大のシャカイナグローリーなんですね。すなわち人間に分かる形で神がその栄光を表してくださっているその姿だから、イエス自身がすでに一つのシャカイナグローリーともいうことができる。で今日の12歳のイエスが神殿におられるということは、それはこの神殿に神の栄光が戻ってきたという、そういう重要な意味合いのある場所なんです。まあ、正確に言うとね、12歳になる前にすでに来てるんですけどね、そういう場面なんです。でそこでイエス様が父なる神を私の、つまり神を自分の父だって呼んだっていうことは、それはユダヤ人にとっては自分を神としているのと同じなのだというところ、ことがヨハネの5の18を見るとね、それがよくわかります。これ大人のイエス様の話ですけど、これイエス様がいろいろお話になった後でね、ユダヤ人が激怒する場面なんですけど、このためユダヤ人はますますイエスを殺そうとするようになった。イエスが安息日を破っておられただけでなく、ご自身を神と等しくして神を自分の父と呼んでおられたからである。神を父と呼ぶ、そんなのは、自分を神としていることだというふうに当時のユダヤ人たちは理解したということですね。はい、でそれが分かっていてイエスは自分の神を、神様を自分の父と呼んでおられるということです。はい、しかしながらですね、しかしながら両親は意味が分からなかったってさっき書いてあったね、なんて書いてたかな、両親にはイエスの話された言葉の意味が分からなかったっていうふうにね書いてましたね。お母さんのマリアさん、お父さんもですけどね、イエス様が生まれる前に天使の蜜月を受けてるでしょ。だからイエス様が特別なこの子供であるということは理解してるわけですね、ある程度。だけど、どこまでそのイエス様が何者なのかということをね、どこまで理解していたかっていうのはね、どうなのかな、この場面とか見るとね。つまり神が人として受肉されたというほどのことが起こっていると
いうことまでは理解していなかったのかもしれないですね。わかんない、そこははっきり書いてないから。でもそこまでは分かっていなかったかもしれない。で、3日間探してこの神殿にたどり着いたっていうふうにね書いてましたよね。3日間探してようやく、あ、神殿かもしれないなっていうふうに彼ら思ったわけですよ。で、その両親に対してイエス様は、どうしてお探しになったのですかって言った、その言葉の意味はもしかすると、なんで即神殿に来なかったのっていうことなのかもしれないね。つまり紆余曲折を経て、なんで最後に神殿に来るのっていう、なんで探しに来た時に間違いなく神殿にいるってすぐに分かんなかったのっていう、そういうイエス様の素朴な疑問なんじゃないですかね、これね。冒頭のこの神様への手紙の話しましたよね。その時に神様なんでどうのこうのって子供がする質問は、人間の子供の神様への素朴な疑問ですよねって私言いましたけど、実はこのイエス様の場面で逆のことが起こってる。すなわち、神である子供の人間の大人に対する素朴な疑問なんですよ、これね。神である子供の人間の大人に対する素朴な疑問、なんで12年間僕を育ててきて、僕が誰なのかまだ分かってなかったのっていう。なんでお父さんの家にいるってすぐに分かんなかったの、なんでそれ分かってなかったのっていう、そういう素朴な疑問をイエス様が発しているっていう場面なんじゃないのかなって私はね想像するんですよね。それが分かっていたら、私が何者かを分かっていたら、神殿に直行したんじゃないのっていうね、そういうことかもしれないですね。ところでこの冒頭の子供の本なんですけど、こういう質問もあるんですよね。神様に向かって、あなたはどうして自分が神様だって分かったんですかっていう。ね、矢島さん、矢島さんはどうして自分が人間だって分かったんですか。ね、いつから自分が人間だって分かったんですか。どうしてでしょうね。ね、だってなんかほら、狼に育てられた子供は自分を狼だと思うとか、そういう話もあるじゃないですか。ね、まあきっと親との交流の中で、自分はこの親と同じ人間だっていうね、認識していったんじゃないですか、もしかするとね。神の子であるというね、イエス様が私は神の子であるという認識は、どのようにしてその自意識に目覚めていったのか、まあ、これも不思議な、ね、世界だと思いますけど、まあ、それはもしかすると父なる神との交流の中で、私は神としてここに来たという認識、そういう自意識に至っていたのかもしれません。しかし、まあ、皮肉というか、皮肉なことに、イエス様の人間の両親にとってはこの子が神であるという、そういう認識がないというね、そういう場面なんですよね。だからこのイエス様の言葉っていうのは、別に両親への反抗とかじゃないんですね。で、両親を叱ってるとかでもない。おそらくは子供であるイエス様が素朴に、まだ分かってなかったのっていう、そういう場面だったんじゃないでしょうか。ヨハネのですね、14章の8から9を見ると、大人のイエス様が同じような素朴な疑問というか、疑問を発している場面があるんですね。これは弟子であるピリポがこういうふうに言うんですね、イエス様に。これ十字架にかかるちょっと前ぐらいなんですけど、ピリポはイエスに言った、主よ、私たちに父を見せてください、そうすれば満足します。イエスは彼に言われた、ピリポ、こんなに長い間あなた方と一緒にいるのに、あなたは私を知らなかったのですか。私を見た者は父を見たのです。どうしてあなたは私たちに父を見せてくださいと言うのですか。で、ここでも、長い間私に接したのに、私が誰だかまだ分かってなかったのっていうふうにね、言っている場面ですよね。まあ、世の中にはクリスチャンではないけれども、長い間ずっと教会に通っているとかね、キリスト教のことをすごくよく知ってる
聖書も読んでるっていう方もいらっしゃるんですけども、もしかするとそういった方にイエス様はこんなに長い間私のことを知っているのに、こんなに長い間学んでいるのに、まだ私のことがわからないのっていうふうに、言っていらっしゃるかもしれませんね。一日でも早く私たちは神様を知った方がいいよっていうふうに聖書にはね書いてるんですよね。一日でも早く神様に出会った方がいいよ、そうした方が祝福の人生に入れるよっていうふうに聖書言ってるんだけど、イエス様が神であるということをもっと早くそれに気づいていたら、人生こんなに遠回りしなくてもよかったのになっていうようなことがもしかしたらあなたの人生にもあるかもしれません。このイエス様の両親はイエス様は神様だっていうことを知らなかったので、遠回りをして紆余曲折をしてやっとイエス様にたどり着くというねことだったんだけれども、人生ももしかしたらそういうことがありますあるかもしれません。人生で大切なものはね、自分にとって大切なことは何か、大切なものはどこにあるのかということを知るということは非常に大切なことです。大切なものはどこにあるのか知るというねことは、ちょっと話しておりますけど、私の妻のみのりがね、最近はあまりないけどね、ちょっと昔はよく家の鍵をなくしたんだよねでね、家をこう出かけるときにさ、いつもなんかこう慌ててて探してるわけどこの鍵どこって探してる慌ててるわけね。ところがね、ある時すっごい平安な顔してね、もう最近鍵探さなくなったのってある時言ったんだよね。全然なんか鍵探すことがなくなったっていうふうに言ったんだよね。で鍵がなくなった時に、神様鍵どこですかって神様にお祈りしたらすぐに見つかるようになったのって言ったのでね、私その時に彼女に言ったの、それは良かったねと。だけどそもそも鍵を分かるところに置いておけって神様は言わないのって言ったら、それは聞いたことないって言ってパーって出かけていって、この野郎って思った記憶があるね。皆さん、大切なものはどこにあるか知っているということはね、大切です。聖書では、ね、イエス様に言わせると、人生で大切なものは一つだけです。それは神を見出し、そして神と共に歩み、神に耳を傾けることですよ。それ以上に大切なものはありませんというふうにイエス様はおっしゃっているのです。さて、では最後ちょっとね、結論というか適用に入っていきますけど、今の時代イエス様どこにいるの、ね、いろんな言い方あると思いますけど、今の時代の神の神殿、神の宮とは何かということで、2つ考えたいと思うんですけどね、1つはね、やっぱ教会ですね。教会です。今の時代の神の宮とは何か。今の時代エルサレムに少なくとも今は神殿ありません。で、神殿が必要ないのです。なぜかというと、神殿は別のところにあるって聖書に書いてあるからです。エペソ書の2章の21から22には、こういう言葉がある。この方にあって、つまりこれイエス様ですね。組み合わされた建物の全体が成長し、主にある聖なる宮となるのであり、このキリストにあってあなた方も共に建てられ、御霊によって神の御住まいとなるのです。ね、聖なる宮となる、これ宮ってのは神殿のことです。あなた方が立て上げられて神殿になるのですよっていうふうに言っている。教会というのは建物のこ、建造物としての建物を教会というのでありません。これはイエス様を信じている一人一人が集まったところが教会なのですよ。そしてその教会そのものが今の時代この神殿なのですよと聖書は言うのですね旧約時代の神殿と全く同じかというと、ちょっと若干コンセプトが違うところもあるんだけど、でも今その教会がその機能を果たしているべきところですよというのが一つの見方ですよね。ね、教会がそんな聖なる場所に見えないけどなって思われる方もね、いらっしゃると思う。いろんな問題があったりとかしていろんななんかドロドロした人間関係とかもね、教会ありますよ、はっきり言って。けれども
それでも聖書は教会は神の宮としての機能を果たしてなければいけない。そこにイエス様が住んでいる、イエス様がそこに臨在している、そういう場所に教会はなっていますか、というふうにね、聖書は私たちにチャレンジをしてくるのです。私たちがいつもお世話になっているこのウッド先生という宣教師の方、カルトの研究をね、カルト的な宗教からの救出の働きをしている先生ですけど、その先生が最近はこのエホバの証人とかモルモン教とかいわゆるカルトじゃなくて普通の教会からの相談が多いっていうふうにね、言いますね。普通の教会がこうカルトチックになってくる、聖書から離れたことをし始める教会が多いというふうに、ウド先生ね、本も出してましたね、教会がカルト化するときっていう本出してますけど、教会という名のところがもはや聖書に従ってないということがね、あるのでありますよ。本当にイエス様が生きている教会になってるかどうかって、私たちはいつも自問しなければならない。アメリカのジョークでね、こういう話あるんです。あるところに白人ばかりの教会がありましたって。で、ある黒人がその教会に行ってドアをノックして入れてくださいって言ったら、あなた黒人だから入れませんって言われてしまいましたっていう。実際ね、アメリカそういう時代ありました。白人主義の教会みたいなところね、ありました、昔。なので、ね、黒人の人が締め出されて、でドアの外で途方に暮れてると、そこに別のもう一人の人が来て、あ、どうしたんですかって話しかけてきて、私黒人なんで追い出されちゃったんですって言うんですね。そしたらそのもう一人の人が、あ、安心してください、実はね、私もね、ユダヤ人だということで追い出されてしまったんですよって言うんですね。仲間ですねっていうふうに言って、で黒人がこの人に聞くんです。そうですか、あなたお名前なんて言うんですかって言ったら、あ、はじめまして、私イエス・キリストって言いますっていう。これはえぐいジョークだよ。だってそうなってしまう可能性があるっていうことなんですよね。教他界と言いながらその中にイエス様がいないということがあり得るということです。だから私たちはいつも聖書に従っているかって自問しなきゃいけない。さて、もう一つですけど、もうすぐ終わりますけどね、はい、もう一つ、私たちの体は神殿ですよというのですね。第一コリントの3章の16、あなた方は神の神殿であり、神の御霊があなた方に宿っておられることを知らないのですか。イエス様を信じ受け入れたら、その人の中には聖霊が宿ります。聖霊というのは神様です。あなた自身がもう一つの単体として神殿になりますからね、というふうに聖書は言うのでありますね。もしあなたがクリスチャンで、でクリスチャンでもね、神様からいろんな試練があって、時々神様どこに行っちゃったのかなってね、思うことあるんじゃないですか。神様、この苦しい時にあなた今どこにいるんですかって、私もそういう祈りをしてしまいそうな、ね、時もありますけど、皆様の人生でも本当に苦しいな今っていう時がね、あると思います。その時に神様どこにおられるんですかって言った時に、きっとイエス様は、神殿の中だよ、あなたという神殿の中にいるからね、っていうふうにあなたに語ってくださいます。ですからどうぞ内住のキリストをね、意識してください。あなたの中にキリストがおられるのです。はい、最後、この絵本じゃないか、この子供の本のね、こういう言葉最後に紹介します。これ神様に子供が言ってる言葉ですけど、甲のおばさんが新しい冷蔵庫を買いました。僕らはその箱をもらってクラブハウスにしました。だからもし僕を探しているんなら、僕そこにいるよって、この子供が神様に言ってるんだね。神様、僕は僕の家にいますっていうふうに、ね、言ってるんですね。今日の場所で、箇所でイエス様は、僕は僕の家にいるよ、私は父なる神の家にいるよっていうふうにね、おっしゃったんです。イエス様を探しているなら、イエス様が僕を探しているなら、そこで見つかるよっていうね、イエス様はおっしゃったのです。もしあなたが
神様を探してそしてイエス様にたどり着いたならば、その瞬間おそらくきっとね、神様を探していたのは、ね、あなたが神様を探していたのではないということに気づくのですね。これが不思議なところですけど、あなたは神様を探して神様にたどり着いたと思うかもしれないけど、その瞬間実はあなたを神様が探していたのだということに気づくのですね。神様があなたを探していて、そしてあなたを見つけたのだ。あなたが神を探す以上に神はあなたを探していたのだということに、その時にお気づきになると思います。はい、じゃあ賛美し、お祈りします。神様、ありがとうございます。あなたは隠れているようで実は隠れていない。私たちがあなたを探し求めるなら見つけることができるし、そして、あなたが私たちを見つけてくださるというふうに聖書は、言っています。どうぞ私たちがあなたとのこの交流をいつも楽しむことができますように、イエス様の名前によってお祈りします。アーメン。小淵沢オリーブ教会には、聖書の言葉を多くの人に届けるための様々なビジョンがあります。あなたもこの働きに参加してみませんか？献金はこちらのアドレスにて受け付けています。口座振込またはインターネット送金サービスに対応しています。